アントニン・ブラニツキー、アントニン・ブラニツキーは、18世紀チェコ出身の著名な、バイオリニスト、ウィーン古典派の作曲家で、ウィーンで活躍した。やはり作曲家であったパベル・ブラニツキーの弟。兄パベルが、音楽出版社アンドレに宛てた手紙によれば、モーツァルト、ハイドン、アルブレヒツベルガーに支持している。1761年。 チェコ南部モラビア西部のバージーシェの宿屋の息子として生まれた。はじめ地元のバージーシェの修道院附属学校に通い、1778年から1782年にかけて、モラビアの中心地ブルノのイエズス会学院で法学と音楽を学んだ。1783年以降、モーツァルト、ハイドン、アルブレヒツベルガーに指示した。 1797年には、ベートーベンのパトロンとして、有名なロプコビッツ公爵家の学長。1807年には、ウィーン提出管弦楽団の指揮者。1814年には、アンデア・ウィーン劇場の学長など、ウィーンで活躍後、1820年、ウィーンに没している。息子のフリードリヒ・ブラニツキーは、チェリストとなり、二人の娘アンナ・クラウス・ブラニツキーと、 カロリーネ・ザイトラー・ブラニツキーは著名なオペラ歌手となった。十数人の規模だったと言われるので、実質はコンサートマスター。ベートーベンの公共曲第3番の非公開初演は1804年に、ロプコビッツ伯爵家で行われたが、当時アントニン・ブラニツキーが学長だった。彼が指揮した可能性が高い。ウェーバーのオペラ、マダンのイテのアガーテ役を初演している。 ありがとうございます。